皆さん、こんにちは。All About Life in Japan です。今日は祭りに来てます。これから楽しんでいきたいと思います。Let's go! はい、こちらは金魚すくいですね。で、こちらがお化け屋敷が見えますね。お化け屋敷に入った時はとても怖かったです。なんか急に人間が出てきたりしたので、まあネタバレなんですけど、マジで怖かったです。で、早速入っていくと、人間なんですけど、マジでびっくりしました、これはね。怖いですねよね。急に人間出てくるとか。まあ、あと暗いからよく見えなかったんですよね。あとカメラが本当にごめんなさい、怖すぎて、全然よく見えてないんですけど、まあお化け屋敷はこんな感じですね。頭蓋骨が見えましたね。怖いですね。で、お人形だ。あんまこれは怖くなかったね。お人形だって感じ。なんか、めっちゃ怖かったですね。ここはめっちゃ叫びましたよね、みんな。で、お化け屋敷は、こんな感じでしたね。骸骨もありました。でも最後ら辺はあんま怖くなかったですね。最初だけ急にびっくりしましたね。最初だったんで、まあ初めてこの祭り行ったんでびっくりしました。で、こちらが、神社だな？寺だと思うんですけど、めっちゃ綺麗ですね。で、こちらは仮面ですね。可愛くない？めっちゃ。はい、バナナチョコ。チョコバナナじゃなくてバナナチョコって言うんかな？初めて知った。ボトルジュースとか、いろいろありましたね。あとこれ人多くて、東京の、なんだっけ、スクランブル交差点みたいなところじゃないですか。あんなところかなと思ったんですよ。自分もびっくりしました。人多すぎて全然見えませんでしたね。美味しそうね、焼きそばね。食べたいですね。あ、これチューチュープリンもありました。トルネードポテトもありました。めっちゃ人通るように全然取れなかった。特に高校生とかが多かったですよね。学校から帰ってきてすぐ来たんだったと思います。制服で見かける高校生が多かったと思います。はい。で、進んでいくと、めっちゃ人多すぎて何を見せてるのかなって思うんですけど、なんかいろいろありました。全然人しか見えないんですけど、まあこれが大麻の祭りですね。めっちゃ混んでたんですけど、ぎゅうぎゅうで、でも頑張って動画撮ったので、まあいいと思います。チョコバナナクレープ一番好きなやつじゃん私が。皆さんもチョコバナナクレープ好きだと思うんですけど、もしこの祭りの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。めっちゃ人おるやん。このとこ私行けません。皆さんは行けますか？また次の動画で